兄ちゃん、迷子になってる？そうそんなわけないだろ。でもここの道、さっきも通ったよ。え、俺の名前は佐藤小丸、高校2年生だ。現在、迷子の女の子と迷子になっている。どういうことだよ。泣いている女の子がいるぜ。あれは迷子に違いない。交番まで送り届けなきゃという感じで、迷子の女の子を保護、近くの交番まで送り届けてあげようと思ったら迷った。よし、こういう時は木の棒を立てて倒れた方向に進んでみよう。そういうの一番良くないと思うの。小学生くらいの女の子に正論パンチされてしまった。とても痛い。何してるのかな。あ、誰？あの綺麗なお姉ちゃん、お姉ちゃんの知ってる人？ああ、お兄ちゃんの憧れの人だ。ん、バイバイお兄ちゃん、お姉ちゃん。バイバイ、もう迷子になるなよ。それは君もかな。いつもありがとうな。まあ、これも幼馴染の宿命かな。そう、彼女は俺の幼馴染、名前をほおずき千尋という。かれこれ幼稚園の頃からの付き合いで、母親同士がジャニオタで仲良しなのをきっかけに遊ぶようになった。宿命ってどういうことだ。君はいっつもどこかで困ってるからね。そんな困ってる君を助けるのは、君と幼馴染である私の宿命ってことかな。本当に昔からご迷惑をおかけします。いえいえ、もう慣れたから気にしなくてもいいかな。どうにも俺は巻き込まれ体質というか、昔から問題の方が向こうから来る。木から降りられなくなった猫とか、迷子の女の子とか、痴漢に間違われたこともあったっけな。その上、筋金入りの方向音痴だから、迷子の女の子と一緒にしょっちゅう道に迷ったりする。その度に千尋はどこからともなく現れて、困っている俺を助けてくれるのだ。つまるところ、千尋は俺にとってヒーローみたいな存在なのだ。木から降りられなくなった猫を助けようとして、俺が木から降りられなくなった時とか、今日みたいに迷子と一緒に迷子になったりとか、そういう時いつも駆けつけてくれる。そういえばお前、俺が困ってたら必ず駆けつけてくれるけど、そういうセンサーでもついてるのか。え、それは秘密かな。え、まあともかく、俺はいつも助けてくれるヒーローみたいな彼女に憧れを抱いている。だから俺も困ってる人がいたら助けて、いつか千尋が困っていたら助けてあげたいと思っている。ん、何かな。ああ、いや、なんでもない。そして何を隠そう、俺は千尋のことが好きだったりする。そう、前をちゃんと見てないとまた迷子になっちゃうかな。千尋、俺の方向音痴を甘く見るなよ。前を向いていても全然迷子になる自信があるぜ。それ全然自慢になってないかな。とはいえ、毎度助けてもらっている状況では情けなくて、とても告白なんてできないが、自立しないとな。そうだ、自立して千尋に告白するんだ。困る、もう道間違えるかな。あるえ、前途多難だぜ。さて、これから千尋からの自立を目標に行動していくわけだが、果たして千尋から自立するとはどういうことなのか。親から自立するといえば、経済的に自立したかどうかは一つの目安だろうか。なら、この場合はどうだろう。俺はいつも千尋に助けてもらっているばかり。なら、千尋の助けを必要とせず、自分で問題を解決できるようになれば、それは千尋から自立したと言えるんじゃないだろうか。それだ！ということで、早速町に繰り出した。巻き込まれ体質な俺は、町を歩くだけでも日々様々な問題や事件に巻き込まれる。俺はそれを今日、一人で解決するんだ。不安になってきた。あらあら、困ったわ。明らかに困ってるおばあさんが助けを求めているぜ。おばあさん、
大丈夫ですか？ちょっと無理に買い物袋に詰め込みすぎたみたいで、リンゴが袋から溢れてしまってね。本当だ、地面にたくさんコロコロと。拾うの手伝いますよ。まあ、若いのに親切なのね。ありがとう。いえいえ。この程度ならさすがに千尋の手を借りる必要もない。これはもう千尋から自立できたと考えてもいいんじゃないだろうか。おらー、どけどけー。おっと、こんなところにもリンゴが。どけどけどけー。え、なんか歩道自転車が爆走してるぞ。というかこのままだとぶつか、危ない。ジーザス、テリ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 ン。ジーザス。おお。何すんだ。なに、わからないのかな。へえ、ちょっとした出来心で。もういいかな。それより、チーン。困る、大丈夫かな。チーン。大変、意識がないかな。君のせいで。いや、あなたが突き飛ばしたからじゃ。君が歩道で暴走してなければ、そもそも突き飛ばす必要なかったのがわからないのかな。困る、怪我してるみたい。治療費とかもろもろ分かってるよね。はぎえ。ジーン。俺が気絶をしている間にそんなやりとりがあったとかなかったとか。俺はどうやら打ちどころが悪かったみたいで、少しの間だが入院することとなった。ありがとう、奇跡的にお前が近くにいてくれたおかげで死なずに済んだよ。幼なじみなんだもん、当然かな。あれから千尋は毎日お見舞いに来てくれている。それよりごめんね、突き飛ばすとき加減ができなくて。千尋って華奢に見えて力強いんだよな。確かいろんなスポーツの大会で優勝してて、学校の運動部すべてで助っ人参戦してるとか。千尋曰く、どこかの誰かさんが毎日のように何かしら厄介事を持ってくるからね。どんな状況でも対処できるようにちょっと体を鍛えただけよ、なんて言っていた。ちょっとじゃないだろと俺は思った。気にするなよ、もし千尋が突き飛ばしてくれなかったら両手両足粉砕骨折とか悲惨な目に遭ってただろうし。自転車が暴走してただけじゃそうはならないんじゃないかな。そうか、せいぜい死ぬぐらいだと思うかな。それ十分悲惨じゃね。感は9大にしても、よくあの場に駆けつけられたよな、さすがだな。安心して、どこにいてもすぐ駆けつけるから。そっか、そりゃ安心だな。だけどそれと同時になんだかなと思う自分がいる。結局こうして千尋に助けてもらってちゃ世話がない。俺、千尋から自立できないのかな。はあ、俺はダメ人間だ。ん？入院中、俺が寝ていた折、千尋と母ちゃんが病室に訪れてきた。正直、俺は自分のダメさ加減に落ち込んでいるので、人と話したい気分ではない。というわけで、俺はタヌキネイリを決め込んだ。スピー、スピー。来なかったら、せっかく来てあげたのに、のんきな顔して寝ちゃって。寝かせておいてあげましょう。最近何やら悩んでいるみたいだったので。そうなの？どうせまた千尋ちゃんに助けられたのが情けなくて、自分のダメさ加減を改めて自覚して、今は誰とも話したくないって理由でタヌキ寝入りしてるだけじゃ。母ちゃん鋭すぎじゃね？俺の心の中覗いた？さすがにそんなことないと思いますけど。まあいいわ、それよりいつもありがとうね千尋ちゃん。やたら厄介事ばっかり持ってくるものだから苦労してるでしょ。いえいえ全然。確か息子には GPS をつけてるのよね。はい、その通りです。え、
俺、GPS つけられてるん？この息子、とんでもないフォーク音痴だもんね。昔なんてショッピングモールに連れてきたら 100% 迷子センターのお世話になってたくらいだから。でも GPS があれば迷子になっても必ず見つけられますから。そうね。でも GPS の件って息子には黙ってるんだったかしら。はい、さすがに GPS で監視されているのは嫌がるでしょうから。悪いのはフォーク音痴な息子だし、気にしなくてもいいのに。というか千尋ちゃんだって無理して息子の面倒を見なくてもいいのよ。いえ、好きでしていることですから。あら、そうだったわね。千尋ちゃんは小丸のこと好きだったわね。もうお母さん、ごめんなさい。でも嬉しいわ、この子。昔からいろいろ事件とかに巻き込まれてたせいで友達が少なかったから、そんなこの子とずっと一緒にいてくれてありがとう。はい。告白とかしないの？それは小丸が私のことどう思ってるかわからないですし。そっか。まあお母さんは静かに見守らせてもらうわ。とか言いながらニヤニヤしないでくださいよ。あ、大変なことを聞いてしまった。千尋が俺のことを好きか。嬉しい。今すぐにでも告白して両思いであることを知らせたい。だが情けない俺のままでいいのか？いや、よくない。なら早急に千尋から自立をしなければ。もはや落ち込んでいる場合じゃない。でも今入院中だわ。何もできないわ。気持ちだけ前に進んでる状態だわ。まあ今はせっかくだから作戦を考える時間に使おう。千尋から自立するためには今までのやり方じゃダメだ。今まで通りじゃ暴走自転車男の時みたいにまた助けられるのがオチだ。困る？何か考え事をしてるのかな？あ、今日はお見舞いにリンゴ持ってきたからウサギさんを作ってあげるかな。ダメだ、何にも思いつかないわ、こうなったら。なあ千尋。ん？何かな？千尋から自立するにはどうしたらいいと思う？え？俺は恥を捨てて千尋に助けを求めることにした。千尋から自立しようとしているのに、その千尋に助けを求めるなんて恥知らずにも程があるが、もはや四の五の言っている場合じゃないのである。自立？そうそう、俺は千尋から自立したいんだ。それってもう私はいらない子ってことかな？え？今なんて言った？あ、いや、なんでもないかな。いや、でも今いらない子がどうとか。めちゃくちゃ聞こえてる。そりゃこの距離だし。とにかく何でもないかな。そうか。まあ千尋がそう言うなら。それより私から自立？よくわからないけど、まあまずは一人で家に帰れるようにすることからじゃないかな。なるほどな。今はスマホの地図アプリとか便利なものもあるし。うむうむ、なるほど、さすが千尋だな。いや、これくらいでさすがとか言われてもかな。これが自立への第一歩だ。まあまずは退院しないとなんだけどな。パチクリ。おや、目が覚めたらようやく見慣れてきた病院の天井じゃないぞ。この懐かしい空気は。ここは千尋の部屋か？なんで俺が千尋の部屋なんかに。昨日はいろいろ千尋にアドバイスを聞いた後、千尋が持ってきてくれたリンゴを食べて、それからなんか眠くなって、で目が覚めたら千尋の部屋にいた。しかもなんか手足拘束されてね。あるえ？ああ、起きたかな千尋。なんで俺が千尋の部屋に？というかどうして手足が拘束されてるんだ？あとその目のハイライトはどうやって消してるんだ？私が君をこの部屋まで運んできたかな。手足を拘束しているのは君をこの部屋から出さないためかな。わかった。すごいな、さすが千尋。え、そうじゃなくて。
最後の質問に答えてないだろう。どうやって目のハイライトを消してるんだよ。そこ重要かな。当たり前だろう。いい加減にしろ。めちゃくちゃ怒るじゃん。で、どうやって目のハイライトは消してるんですか。トネードをいじってるかな。そうだったのか。缶は9台、うん、つまり俺は今千尋の部屋に監禁されてるってことか。そういうことかな。それはどうして自立。え、君が私から自立しようとしているからかな。え、私から自立しようなんて許さないかな。あるい、ね、なんで。君はずっとずっと私に守られていればいいかな。私なしじゃ生きられない、そういう弱い生き物になってくれればいいの。自立なんて考えなくていい、弱いままでいい。私がずっと君を守ってあげるから。紐になれって言われてるって認識で OK？ OK。 マジかよ、そんな理由で俺を監禁したのか。千尋、君が私から自立しようとしているのは私から離れるためかな。え、私から離れて別の女のところに行こうとしている。そうでしょ。そんなの絶対認めないかな。なるほど、要するにやきもちか。千尋の気持ちを知っている俺なら容易に想像がつく。いや、だからって監禁するとかさすがにやばいけど、でも俺の気持ちは変わらない。千尋、それは誤解だ。何が誤解かな。俺は千尋から離れるつもりなんてない、むしろその逆だ。千尋と一緒にいたいから自立したかったんだ。どういうことかな。千尋はいつも俺を助けてくれるだろう。俺はそんな千尋に憧れて好きになったんだ。だけどこのままじゃ自分が情けなくてさ、告白できないと思った。だから千尋から自立して告白しようと思ってたんだ。それじゃあ私いらない子じゃないかな。当たり前だろ。もしかして私の早とちり。イエス。千尋に拘束を解いてもらった。え、で、まだ怪我が治りきってないからベッドで寝てほしいかな。あ、悪い。いや、元はといえば私が早とちりしたせいだから。そんなクソデカため息をつかなくても。だって今まで隠してたのに私の本性知られちゃったから。本性？私重いの。ああ、うん。小丸のお母さんに小丸がすぐ迷子になるからって理由で合法的に GPS 取り付けて逐一小丸の動きを監視したりしてるし。いつもやたらタイミングよく駆けつけてくる理由はそれだよな。知ってたの？病室でタヌキ寝入りしてた時にな。あの時はヤバいやつだとは思わなかったけど。それによく小丸のこと隠し撮りしたりしてるし。そうなの？見る？見ない。そっか。なんでそこで残念そうにする？とにかくこんな私のこと小丸は好きじゃないかな。小丸が憧れて好きになってくれたのはヒーローみたいな私かな。重くてもいいんじゃないかな。え、そういうところも受け入れるのが俺の憧れた千尋だろ。だから俺も受け入れる。でも私、俺は千尋のこと変わらず好きだよ。千尋は私も好きかな。そっか。うん。こうして俺と千尋は付き合うことになり。そわそわ、あたふたあたふた。ただいま。おお、どうしたどうした。帰ってくるのが遅いから心配したかな。ちょっと買い物に出てただけだよ。うん。千尋は俺から GPS を取り外し巣立ちを許可してくれた。俺も俺で一人で家に帰れるようになり無事に自立できた。それじゃあ頑張ったご褒美に彼女である私が何でもしてあげるかな。わーい。ん、これは自立できているのか。おまけ。なあ千尋、何かな。
お前今から困ってくれないか。ちょっと何を言ってるのかわからないかな。俺お前のことを助けたいと思ってるんだけど、お前って全く困らないじゃん。だからお前が困ってくれないと困るんだよ。そんなこと言われてもこっちが困るかな。マジ今困ってるの。じゃあ助ける。頭バカになりそう。困ってるのを助けられず困っていれば千尋が助けてくれるから、結局俺は助けられないのではないか。困った。もういいかな。